大橋です。産研究所の大橋です。絵の話、今回はですね、髪の白さは、大切にしようというね、お話です。デッサンでね、紙ありますよね。まあ、何でもいいんですけどね、絵でもキャンバスでも同じことなんですけど、髪の白、特にまあデッサンですね。デッサンの髪の白い髪が、まあ、誰もがね、まず白い髪ですよね、基本的にはね。白い髪を、まあ、からスタートするわけです。その時点では全員平等ですよね。白い髪の前では全員みんな平等なんですよ。なんで全員ゼロからね、すごいズルをするね、上手に描ける髪とか別にないですから、みんな同じね白い髪からスタートするわけですよね。でそのスタートラインからね、描き始めるわけですけど、白い髪の白さというかね、髪っていうのはその物質としてね、すいません、物質としてすごく美しいわけですよね。何もしない方がいいわけですよ。白い髪だけでも綺麗ですよね。白い壁が綺麗なように、何もしない方がね、下手にこうね、ほらもう壁にね、なんか変な落書きしちゃったらなんか良くなくなっちゃうじゃないですか。なんで白い壁の方がよっぽどいいよって話なんで、まあ、やるんだとしたらね、責任を取って よくさっき白い壁より良くならないといけないわけ。なんで白い紙より描いた方がいいよねっていう風にしないと、いけないのでね。だからあんまり軽はずみに描かないっていうことはね、すごく大事ですよね。で、まあそれは内容のことですけど、まあデッサンのね、技術的なところでもそうなんですけど、鉛筆でね、描きますけど、まあ軽はずみにね、トーンをねつけないってこと、鉛筆の自体をね軽はずみにつけないっていうのはね、すごく大事に、してほしいなと思うんですけど、まあ、積極的に書くというのとね、軽はずみにつけるっていうのはちょっと意味がね、そこも難しいですよね。もうほとんどなんかこう紙一重の世界なんですけど、ちょっとだけ意味が違うんですよ。なので、軽はずみにね、どんどんつければいいんだとかね、積極的にやろうということで、つけてしまったりね、結構しがちなんですよね。で、大事なところはね、つけていいところとあんまりつけない方がいいところがあるんですよ。髪の白さの美しさを生かしておくところと、逆に鉛筆のね、粉をね、鉛筆の筆圧を入れたり鉛筆の粉を入れていくことで作っていくところとっていうのをね、両方ね、いい感じになるといいんですよね。で、それがね、慣れてくると、だんだん加減が分かってきて、あ、ここはちょっと丁寧にやってつけない方があんまりいいなと、本当になるべくつけないでやった方がここはいいなってところと、ここはぐいぐいねつけた方がいいなってところがね、コツとして分かってくるんですけど、まあそれもね、一緒にこう上手な人と書いてると、上手な人はね、白いところをね、髪の白いところをすごくね大事にしてるんですよね。残しとくところは結構かなりもう後半戦の方までしっかり残してあります。ほとんど書かないで大事に髪の白さをちょっとね、残し気味にしといて、逆にここぞって暗いところとかね、鉛筆を溜めたいところはぐっと溜めてるんですよね。なので、ちょっと慣れてくるね、初心者を脱却した頃にはこうだいぶつけれるようにはなってくるんですけど、今度はね全部つけちゃうっていう風になっちゃうんですよね。なんで、上達してきたらですね、ちょっとこうレベルを上げていくためには、つけないところとつけるところとっていう風にね、うまくね、差をねこう作ってあげると、より分かりやすい表現になるのと、まあ髪の白さの美しさを活かせるってことですよね。なので、そんなにこう真っ黒けりね、まあ、つけちゃわない方がいいかなと思いますよね。まあ表現としてね、全部つけちゃうっていう表現ももちろんあるんで、そういうのはもっと上ですよね。もっと表現の世界なんで、さらに上級者よりさらに上の人ですよ。だから始めたてのね皆さんは、こうね、そこの髪のね白さを残すところと、しっかりつけるところとっていうのをね、差をつけながらやってあげるといいと思います。まあ軽はずみにつけないっていうのはね、まあ、つけるこう鉛筆をつけたりね、書くときに理由があった方がいいってことですよね。こうだから今ここをつけるんだとかね、理由があった方がいいってことです。なんとなくこうなんか書けばいいんでしょうみたいな感じでね、つけちゃうと全体にグレっぽいね絵ができちゃったりするんで、特にね全体にグレっぽい、なんかちょっとなんか鈍い絵ができちゃうなっていう悩みって結構あると思うんですよ。割と誰もがねそうに入っちゃう時期があるんですけど、そういうもしそういう悩みをね、方がいたら、
ああそういうことなのかっていう感じでね、まあ、髪の白さの美しさみたいなねものをねちょっとこう感じ取りながらっていうか、まあ、それを大事にあの利用しながら鉛筆の方をつけてあげるっていうね、考えてみてもいいかもしれません、うん、なかなかちょっとね感覚的なところなんで分かりづらいかもしれないですけど、今僕が説明してすぐできることではないんですけど、なんとなくね、気に留めといてもらえると、あなんか昔ねあのなんかあいつも言ってたなみたいな感じでね分かる日が来ると思うんで、ね、頭の片隅に、留めておいてください、それでは、今日の動画はこんな感じで終わります。はい、ぜひねチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは頑張ってください。